サムエチャンネルの田村です。少し遅いタイミングとなってしまいましたが、皆様明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。去年は当チャンネルのチャンネル登録者数が1200人を突破するというまさに事件が起きた1年でした。なかなか動画を撮影する機会があんまりない中、動画もねあまり投稿しない中、多くの人に登録していただいて本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。今年はもう少しですね、動画を投稿できたらいいなと思ってます。ですのでそういう関係でちょっと1分以内のショート動画なんかもうまく活用しながらやっていきたいなと思ってます。ということで、まあ挨拶もこれくらいにして、雨乞いってあるじゃないですか。雨乞いの成功確率って何パーセントだかご存知ですか？実は雨乞いの成功確率は 100% なんです。そう、雨乞いというのは雨が降るまでやるんですよ。だから 100% なんです。まあ、近年ですね、あのコロナウイルスのせいで世界中、日本中がね本当に苦しんでると思うんですね。自分の周りでも大変な思いをしてる人は多いですし、まあ、僕自身も煽りは受けてる方だと思います。でもそんな時こそ、そんな苦しい時こそ忘れないでほしいのが、雨乞いは絶対成功する、祈りは必ず届くということです。明けない夜はないですし、終わらない冬もないです。これは自然の摂理なんですね。今はすごく大変な時期ではあるんですけれども、それでも今皆さんがやっている正しい行いっていうのは、努力っていうのは必ず実を結んで大きな成果につながるんですよ。もちろんその努力のベクトルが正しい方向じゃなきゃダメですよ。例えばパチンコとかそういうのはもう全然ダメだと思うんですけども、正しい方向で努力をしていればそれは必ず報われるんですよ。それは自然の摂理なんですね。まあ、正しいかどうかわかんないんですけど、僕のサムエチャンネルもそうでした。最初は登録者数が5人とかだったんですね。動画を投稿してもまあ再生回数は2回、そのうちの1回は自分とか、そういうレベルでした。正直 YouTube をやっていても無駄なんじゃないかと思う時もありました。でもまだまだ弱小ではあるんですけど、去年大事件が起こって1200人を突破することができました。まあなのでこのサムエチャンネルが雨乞いが成功した例とは言いませんけれども、まあ、夜明けに向かって頑張れば必ず動くということです。だから皆さんも頑張りましょう。もちろん頑張るフィールドは違うし、置かれた状況も全然違いますし、別の人間ですから。それでも頑張りっていうのは絶対無駄にならないわけです。明けない冬はない、終わらない夜もない、雨乞いは必ず成功する、その精神で今年も一生懸命正しい方向で正しいベクトルで努力を積み重ねていきましょう。手短ではありますが、これをもって新年のご挨拶とさせていただきます。次回からはちゃんとサムエチャンネルらしくサムエで登場します。ということで最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。